ナマステ。いやー、どうもゆきおでございます。はい、ではね、今日もね、お手軽なのに本格的、本格的なのにお手軽なクッキングをやっていきましょう。なんと今日はお久しぶりの、見たらわかると思いますが、カレー動画となっております。さあ、やっていきます。まあ、カレーっつってもね、あの、ダールというね、あの豆、ダルカレーと言われる豆のカレーをやるんですけど、まあ、カレーっていうか、まず、まあ、スープみたいなもんなんだ。豆スープなので、ゆきお愛読のこのお家で本格的なカレー、これのレシピをもう参考にして作ります。なので、まあ、レシピ自体はほぼこっちの方のレシピと一緒なんですけど、まあ、多少ゆきお流にアレンジはしておりますけれども、それを今日はやってみんなでナマステしちゃおうかなと思ってます。こんなこと言ってると変な人に怒られるかな。大丈夫かな。よし、じゃあ今日もやっていこう、ナマステ。それでは調理開始していきましょう。とりあえず、鍋に水を入れて、そこでとりあえず豆を、煮ていくので、水を入れよう。水はね、はい、お水はだいたい800だね。4カップ分800です。ほんで、そう、豆をね、まあ、ちょっと水にさらしといて、つけといて、まあ、結構2、3時間やるのがいいらしいんだけど、まあそこまでできないときは、まあ、ある程度やっとくっていう感じね。ちょっと洗ってから。で、まあ、これを今度、ザルにあける。よし、ザル。よし、水気を切って、豆を入れると。今回ね、豆は一応このチャナ横米をちょっと割ったやつと、こちらね、これとこちら、うん、イエローミングダールっていうのを一応、まあ、半々ずつ入れて作ります。まあ、実はこの作り方するのはね、ちょっと初めてなんだけど、まあ、ちょっとこの前豆買っていた時に、ちょっとなんか半々でやってみようかなっていう、ちょっと自分の勝手なアイディアね。よし、で、ここからもうひたすら煮ていきます。で、ここに、で、ここに煮ていくところに、とりあえず、はい、これターメリック、ポンポポン、そしてこちらお塩を入れています。お塩です。そんで、これで少し煮立つまでお待ちくださいませ。はい、そしてここで少し沸騰してきたら、まあ、弱火に変えます。うん、で、弱火にして、で、まあ、アクを取りながら煮ていく感じです。まあ、大体15分ぐらい煮るんだけど、まあ、ちょっと様子見ながらって感じ。あとアクを取っていきます。これ結構アクやっぱ出るんだよね。だからなんかちゃんと取った方がいいっぽい。今15分ぐらい煮てるんだけど、豆も焼けてきて、一応、まあ、チャナの方が結構煮るのが大変だから、ちょっとチェック。うん、オッケー。ある程度ほぐれて、ホクホクぐらいになってきたんで、一旦ちょっと放置。今度ね、あの、別鍋でちょっとまた、こちらです、ギーっていう、まあ、バターね、これも、これをちょっと使って、こっちでスパイスをちょっと香り付けさせて、それをさっきの豆の方に入れるっていう、このちょっとね、小技使っていくから。で、なんかギーってやっぱり結構、まあ、専門店とか行かないとないんだけど、でもこのね、ギーがね、実は結構重要で、これがあるだけでやっぱりね、全然味わいが本格的になるかならないかのね、分かれ目なんです。だからぜひギーはね、使ってほしい、作るときは。はい、で、入れましてからに、ここから少しギーを、まあ、熱する、まあ、弱火ぐらいでいいと思う。熱しながらここにスパイスを入れて、ちょっとテンパリングして香りを移すっていう作業をやります。なんか俺真面目に説明してるな、いいのかなこれ。で、弱火にかけ出したらクミンホール入れて、そしてもう少し待って、周りがジリジリいってくるまで待ちましょう。よしよしよし、いい感じ。周りがジリジリしてきたから、今度は、はい、ニンニクと生姜です。これもね、まあ、一遍ずつなんだけど、まあ、ちょっと少なめにしてるかな。やりすぎるとかなり香り強くなるから。でもこれも非常に大事、これも入れましょう。よしよいしょーい。
よし、これで、まあ、少し炒めつつ、おー、いい香り、食欲そそるね。はい、まずはコリアンダーささっと、はい、チリ、こちら唐辛子ね。これね、すげえ少なく見えるんだけど、まあ、分量も実はそんなにね多くないのよ。あまり多分ダルは辛くしないっぽい、まあ、一応軽くこれ入れて、よし、こうやって混ぜて、まあ、チリかなりうち少なめなんだけどさ、うちのチリね、これなのよ、これ、チリパウダーホットだからね、チリパウダーのね、さらに辛いやつだから、まあ、少なめにちょっとしてる。まあ、辛いの好きな人はもうちょい入れてもいいと思うけど、うん、よし、オッケー、いい感じに混ざったね。よし、オッケーでしょ。まあ、全部これ弱火でやってます、あんま焦げないようにね。こちらのダル煮た方に これを入れていきます。よいしょーい、よいしょ、はい、でこっちに入れましたと。もうこれでね、結構香りがいい感じ、すごくなってきたので、よし、 OK、 いい感じでしょ。沸騰させていきます。いやー、美味しそう、お腹空いてきたな。はい、よし、じゃあ沸騰してきたから、まあ、だいたい水はひたひたになるぐらいがベストなんで、その状態で沸騰させます。で、さっき紹介されたギーってこれ、こういうやつ、なんかピュアギー、なんか牛さんがなんかペロッとしてる感じで、まあ、これじゃなくてもいいんだけど、メーカーなんかあると思うけど、まあ、こういうのがあります、ギー。ほい。そしたら、沸騰してきたんで、弱火にして、そしたら今度ね、トマトちゃん、フレッシュなトマトちゃん入れます。まあ、結構ね、うちトマト好きだからちょっと分量多くしてます若干多いかな。よし、これを入れていきましょう。レッツゴートマト。はい、じゃあトマトを入れて、まあ、ここからもうね、煮込むだけ。あとは、まあ、ちょっとトマトが、まあ、煮崩れしてグズグズになるぐらいまで煮込んでいこうかな。あー、いい感じ、いい感じ、いい感じでぐずってきた。よし、もうちょいかな、うん、豆も結構膨らんできて、よし、まあ、水は結構このひたひたを保つぐらいがいいらしいので、まあこんな感じでいいかな。よし、もうちょっとやろうか、もうちょっとやっていこう。よし、おいおい、よし、このぐらい結構もうグズグズになって、トマトもこうやってやると潰れるぐらいになってきてるんで、よし、いいでしょう、大体こんな感じ、トロトロトロっていうぐらい。なんかもう本当にこっからお好みだから、もっと煮てグズグズにしてもいいし、まあ、こっから今火止めても、そっから余熱で火入っていくから、またちょっとしっとりトロトロってなるかな。いいでしょう。で、ここでもう少ししょっぱくしたい人はここで塩足してもいいの。ただうちはそんなに塩気強いのが得意じゃないから、最初に入れたあの塩だけで十分、もうそれでも味はしっかりついてるから、豆の味もあるし、そう、いい感じかな。 OK、 これで完成です。それでは食べていきましょう。美味しそうだね、ナマステ。よいしょ、はい、出来上がりました。さあ、今日もね、一応もうダルを作ったんですけど、それ以外にも普通に夕飯として作ってるんで、全部作ってます。まあ、チキンカレーだの、カチュンバル、ちょっと野菜のサラダみたいなんだの、流しないけどオートビーフも作っちゃったりしてまあ、ごっちゃごちゃだけど、チキンティッカも作りました。大根のウール貝も作りました。その辺はインドっぽいけど、ど真ん中になぜかローストビーフっていう肉食べたかったから肉焼いただけっていうのが1個入ってるけど、まあそれは気にしない、行きましょう。とりあえず、はい、ダールこちらですね。はい、うまくできました。美味しそう。はい、それではいただきます。ナマステ。あ、美味しい美味しい。
やっぱニンニクと生姜結構効かした方がやっぱり美味しくなるな。まあいつもよりちょっと多めにやっちゃった今日。うん、これもこれで美味しい。うん、やっぱり塩ほとんどやんなくてもいいんだわ多分。なんかしょっぱすぎると豆の甘みが感じなくなっちゃうから、まあ塩ほんのちょっとでいいと思う。うまい。いやー美味しい。ちょっとチキンカレーも、あ美味しい。チキンカレーも美味しい。チキンカレーはね、以前やってるのでそちらの動画もよろしかったらどうぞよし、じゃあこんな感じです。まあね、まあ普段結構こういうのは作ってるんで、まあや、まあやっと紹介できたなって感じなんだけど、まあちょっとね長いから、まあやれる人はやれると思うけど、ちょっとまあ気が向いたら作ってみてくださいみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。さあ、じゃあ今日もどうもありがとうございました。ナマステユキオでした。本当に怒られるだろうなこの人だったら。はい、では、まあチャンネル登録もぜひよかったらお願いします。では次の動画でお会いいたしましょう。ゆきおでございました。ではじゃあね、皆さん、じゃあね、またじゃあねのじゃあねでバイバイバイ。これがね、混ぜて食べるのが美味しいの。あ、うまっ。うまくできたわ。うん。